すごい。こんなの釣れんの。楽しさ満喫、海上釣り堀入門。さあ、海上釣り堀にやってきました。場所は兵庫県淡路島にあります蛇の鰭フィッシングパークです。ここはですね、初心者の方でも、はい、超簡単に高級魚が釣れるという場所なんですけど、哲也さんは海上釣り堀とか初めて。初めてですか。初めてこういうところに来て、これまで釣り堀って言ったら陸上にあるところに穴を掘って池を作って釣ったんだけど、今回は海の水ここにこのイカダを置いて、その中に網を置いた中で魚がいっぱい入ってる、これさ、釣り用までやったことない人がここに来ればもう全部揃ってるし、しかも魚がいるんで、あと釣れるか釣れないかはね、釣る人の運次第。足場もこう安定してますしね、いろいろこう施設も周りにたくさんあるので、そうそう、何でもですね、マダイとか、カンパチとか、シマアジとか、なんかブリお寿司屋さんにこう乗っかってるメニューね、そうお魚の名前ばっかで、まあとにかくじゃあ準備して、早速やってみましょうか。ちょっと何匹釣れるか、やってみたいなと思います。了解です。よろしくお願いします。海上釣り堀で釣りを始めるまでの流れなんですが、事前にホームページ、それから電話での予約が必要ということです。で、当日も、空きがあれば当日予約も受け付けているということで、コースによっても変わってくるみたいですので、ホームページをチェックしてみてください。おはようございます。予約していた福島と申します。はい、今日はこちらの方になりますね。はい、はい、7番、8番。そうですね。よろしくお願いします。お世話になります。さあ、無事に受付が完了しました。釣り座なんですが、くじ引きで決めることが多いそうです。いやー、めちゃくちゃ楽しみです。心配事は何も今のところないんですけれども、何かわからないことがありましたらスタッフの方に、聞くとですね、丁寧に優しく教えてくれますので安心です。なんか釣れそう。どういう道具を使って釣りをしたらいいんでしょうか。まず釣り竿、普通の釣り竿リールをつけない竿もあるんですけども、ここは魚が大きいのもいるので、竿にこういったリール、こういうスピニングリールって言うんだけど、これをくっつけます。そしてあとはもうできた仕掛けをこの出てきた糸を先に結んでいく、とてもね、簡単、もう仕掛けも全部できているので安心して釣りができるのと、この受付で貸し竿もあるんでね、もうリールと竿がセットされて、さらにもう仕掛け、針も浮きも全部ついてるものもあるんで安心してできますよね。ということはもう手ぶらで来ても OK だし、自分でこう使ってみたい道具があれば持ってくるといいですね。で、大体この、釣りをやられてる方とか自分の道具を持ってくる方は3メートル前後の竿、長さね、あとスピニングリール、これに P ラインで言えば2号から3号、あとナイロンラインで言えば5号から6号ぐらい巻いておければいいよと、さあ、ここで使う竿とリールです。まずこのリールの足の部分、この部分を竿にくっつけます。ここにね、スクリューねじ込みがありますから、これを開けて上からはめて下からこのネジを締めていく。そうするとしっかり竿にリールがくっつきます。ぎゅっと締めて OK です。そしてまずこのリールの針金みたいになっている部分、これを開けてこのリールの糸を出します。これを開けないとね、後で厄介なことになるので、必ずこれは開けた状態で糸を出していきます。このキャップを外すと、ここに黄色い出っ張りがありますから、この中に穴が開いてます。この穴に自分の糸を通しましょう。そうするとこの後とても便利なことが起きます。通しました。だいたい15センチぐらいのりしろを取って、このキャップをゆっくり外していくと、ほら、
この穴の中に全部ラインが通ってます、糸が通ってますね、便利でしょ。竿の先端についてる輪っかに糸が通し終わったら、この針金ベールを戻します。この戻した時に針金の付け根にあるローラーみたいなところに糸が引っかかって巻かれるシステムになっています。出す時には開ける、糸が出る、巻く時にはこのローラーに引っ掛けて巻く、これがリールの構造です。糸を通し終わってから仕掛け、こういったもう浮きから針まで全部ついている、こういったセットものをこの糸の先につけていくんですが、その作業をするときには必ず一旦このキャップつけましょうね。よくこの竿先をぶつけて痛めることがあるので、この部分柔らかい、すごくデリケートな場所なんで一回このキャップをつけます。そして倒れても竿が壊れない状態で、これでもう一回仕掛けを作っていきます。もうできてますよ。このパッケージの裏を見ると全部この仕掛けの出来上がった状態が書かれています。はい、この状態です。この一番上についてる輪っか、この輪っかにさっき通してきた糸を通しましょう。この輪っかの中に通します。そしてちょっと多めに縫い代を取って持っておきながら、これを全部ひっくり返します。さーっと、するとはい、糸の方に全部移動しました。この後この竿から出てきた糸の先にこの接続する金具を結びます。この結び方15センチぐらい折り曲げます。折り曲げたら輪っかを作ります。輪っかの向こうから回して手前の穴にこの先っぽを通します。このままゆっくり締めます。鉢がだん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 閉じていったら、はい、これで OK。 このいらないひげをハサミで切りましょう。で、先ほどの接続する金具にこの輪っかを通します。通したらこの先端を今作った輪っかの中にもう一度通すと、はい、この状態、簡単。折り曲げてここで輪っかを作ったら、向こうから手前の穴に通して締めます。そしてこの穴に通してこのものをこうやって、こう、超簡単。はい、これで浮きとか全ての仕掛けが糸につきました。ここから竿を伸ばします。キャップを外してこの針金を開けます。糸を出しますよ。竿の先端から順番に、そしてこの穴ガイドといいますが、同じ方向を向くように、ここに線がありますから、この線に沿って竿を伸ばしていく。この輪っかが止まるようにギュッと引っ張る、軽くギュッ、順番に OK。さあ、あとはね、もう針のついた糸をこの下の金具にくっつけるだけです。さあ、浮きとクッションゴム以外にもこういった糸に針が結ばれた状態でのこの細かい道具が入っています。まずここには釣り針と糸、そして小さな重り、浮きの浮いてる力を調整するための小さな重り、あと黄色い棒はまたこのゴムにね、くっつけて浮きを止めるためのパーツです。黄色い棒はこの黒いゴムの缶に差し込んで、もう一つ上からのゴムに差し込んで浮きを調整する部分です。止める場所を調整する部分です。自分の好きな場所に移動できる、しかもしっかり固定されているので浮きが止まる。さあ、なんでこの黄色い棒をつけてこのゴムを止めるか、このクッション、ビヨンビヨンってなってるゴムについた重りと浮きが近いと絡まりやすいので、だいたい浮きの長さよりかちょっと多めに距離を取っておきます。こんな感じね、このぐらいの位置がベスト。そして針、いよいよ餌つけて魚を釣る部分、
もう魚の口に一番近い部分の針と糸です。これはもうこの下の金具にこのフックを引っ掛けるだけ。これをほどいてまっすぐにします。そしてこのフックを開いてさっきのクッションゴムにくっつけます。フックを引っ掛けて閉じます。これで全ての仕掛けが完了しました。完成しました。オッケー。岡田さんの使う道具は、はい、Cマークってやつで、まあ、マダイなんかを釣るにはちょうど楽しい M という調子ね、はい、柔らかいやつね。柔らかめです。こっちは大きい魚を釣るための H シリア、これを使ってやってます。でさ、もうもちろんそのマダイを狙ってても大きい魚がかかってるんで竿がギュッと曲がる。曲がった後さらに魚が引いたら糸が切れたり針が伸びたりする、ここを今度リールが頑張ってくれる。はい、これですね、リール、ここから糸が出るんでね、はい、この上のネジを少し緩めると糸が出ます。引っ張ったらこうギューッと出ていきますね。竿のしなりがマックス来たら今度糸が出るようにしとくと、はい、針すら切れない、糸が切れない、針が伸びない、で、でかい魚が上がってくる。これどれぐらい引っ張って出るぐらいでいいですか？そうだね、自分で調整しながら。どれぐらいかな？初め弱くても魚がかかってから締めるってもいいし。これぐらいにしとこうかな。そう、はい、まあそんなのはやってみながら、はい、失敗しながら覚えていこう。わかりました。 OK、開始。よし。さあここから釣り始めるんだけど、はい、ここがどのぐらいの水深かを知っとかないと、はい、魚がどこにいるかわかんないので、うん、一番マックス深くしたときにこの水深がどのくらいかをチェックする必要があるんで、はい、この三角形の重りのついた品物を使って水深を測ります。それで水深測ることできるんですね。これあれですよね、まあ、ボトムっていうかネットになってるわけですもんね。そう、その釣っていく範囲の一番底の部分にこれを置いて、そしてずっと浮きを浮かべてみるんだけど、はい、もう当然この竿の長さよりも深ければ浮きの位置が竿の長さじゃ足りないので、はい、だから今浮きが誘導するようになってる。下げてみて竿を。これが誘導、はい、遊びながら動いていく。でもどこまでも動いていってしまったらこの一番底身の底についてしまうから、はい、そこを止めるのにここについてる浮き止めの糸、この糸でこの浮きが止まるようになってる、はい、それで竿を下げると。下げていくとここでぶつかった。止まります。はい、この浮きの位置から針の先までが今自分が釣っている水深。だいたいこれ4メートル30ぐらいかな。そう。じゃあこの長さで今そこまでつけたら自分のついている針から浮きまでの長さと実際の水深とどっちが深いか浅いかを調べるのにこいつを針にくっつける。ここにねゴムがついてて、穴が開いてるからここに針先を入れます、はい、その場所その場所で水深が違うから、はい、うん、まずじゃあ狙ってみようかなと思うところの水深調べてみよう。やっぱりセンターがいいのかな。いいよ。まずは真ん中、はい、ここです。はい、下がってった。さあ浮き止めゴムぶつかった。浮き沈んでった。沈んでった。あ、全然深い。まだまだ沈んでない。待ってよ、浮き見せよ。あ、深い。あ、深い深い。今ついた。深い。今つきました。止まったよね。はい、今糸に黄色い目印があるよね、水面のところに。はい、あれがだいたい水深とほぼ一緒ってことだよね。これ1メートルごとに色が変わってますもんね。そうそう、うん、でこれでさっきの浮き止め糸をあの黄色よりもちょい下に持ってくれば下から何センチ離れてるっていうのが分かる。だから1メートルでしょ。覚えといてよ、覚えといてよ、あの目印を。3メートル、3メートル分だ。 OK。 この浮き止め糸を爪で、はい、ここの3メートルのところ、まあ、黄色いところですね。3メートル上がちょうど、まあ、水深ネットがある位置なのでここのネットの位置から20センチから30センチなので10センチ、20センチ、30センチこれぐらいかな。これぐらいのところに浮き止め糸をセットします。なのでイメージとしてはネットが下にあってそこから30センチ上に餌を持っていくような感じでスタートしてみます。
え、これ餌すごい種類多いですね。やっぱり多分なんかいろんな状況によってこう餌を使い分けていく。今ここにね7種類あるんですよ。イワシ、はい、これマイワシだね。丸ごときびなご、うん、はい、でここがカツオ、カツオで、これがささみ、鶏肉、鶏肉、エビ、エビ、はい、ここはネリエサね。おー、だからまあどれからスタートしてもいいんだけど、様子見ながら。え、でもこれどれから選んだらいいか迷います。柔らかい餌の方がなんか食べるのかなと思うけど、うん、はい、いや何でも食うと思うよ。何でも食いますかね。まあなんかいいね、こんだけあると。そうですね、いろいろじゃあなんか付け替えたりローテーションしながら狙ってみて、 そしていよいよって時にはさっきの、ね、アジだ、アジ、ね、アジを泳がせるっていう。そういうこと。わあ、何で釣れるかちょっと試してみたいですね、いろいろ。かしい、行きます。はい、さあいよいよ釣りを開始します。餌をつけたから、まずリールの糸指で押さえて、この針金ベールを起こします。そして仕掛けを海に入れたら指を離す。糸がどんどん出ていきます。浮きが止まる浮き止め糸、それが浮きの近くまでたどり着くまでずっと糸を出します。これで OK。 そしてこの浮きから竿の先までの糸、この糸の量があまり多すぎても意味がない、少なすぎても引っ張ってしまう。多少のたるみを残しておいて、こんな感じですね、少しラインがたるんだ状態で当たりを待ちます。当たりはあの浮き、一番下の黄色、オレンジ、黄色、緑、赤、あの色がポコ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 と沈んだり浮いたりします。大きな動きになっていったら竿を上に持ち上げる。これを合わせ、合わせをする、かかってきます。やっぱり私はタイを狙いたいので、エビでタイを釣る。餌の付け方も多分いろいろとヒットパターンがあると思うんですけれども、針に沿うような形で頭を落として尻尾の方に針先を持っていきました。釣れますようにお願いします。これで底へと底へと糸が出ていきます。で今浮き止め止まった。ちょうど今下から30センチのところにあのエビがあるはず。これ当たりがあったら浮きって沈むんですよね。多分行くと思うよね。ゴーン。あ、沈んでるんじゃない。うお、食ってるこれ。まだか。あ、浮いた。餌と、餌取られた。合わせてみよう。合わせ。あー、来てるー。すげー、一発目。うおー、食ってたー。タイだ、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 タイだ。楽しい。おー、すぐ釣れた、びっくり、ありがとうございます。やった、綺麗なタイが釣れました。さすが、1投目から嬉しい。すごい引きましたね。このやっぱアイシャドウがいいな。あ、なんか加えた、なんか加えたけど、かかったけどまだいいかな。おおお、来た来た来た、大きそう。来た。よし、マダイだ。釣りを初めてやる人には最高だよ、これ。おー、おー、暴れて。おー、ナイスです。やったね。わー、もし針が口の中にあったら絶対指を口の中には入れないでください。そしてこういった針を外すときにはプライヤーを使って、ね、針外すのもね、例えば釣りを始めたお子さんなんかが針外す作業も結構難しいですよ。なかなか大人がやっても外れない。で、子供がもしね、上手に針の向きを考えてポッと抜いたら褒めてあげてください。
やまたマダイだこれやばい。見ながら釣りしてる。逃げるかマダイからかかっちゃう。かかっちゃったこれ。見ながらだよ。よーい。マダイ。ウェイ。あかかってる。タイだタイだ。おお。やっと。おお。なんかよく引きますねタイって。さあ来ました。おお。あ、これいいタイだ、いいタイだ、いいタイだ、いいタイだ。いいタイです。いいタイが釣れてる。おお。お、でかいでかい。でかいでかいでかい。こっちだよ。ちょい巻きすぎた、巻きすぎた。こんな時は？こんな時は。糸を出す。ああ。糸を出す。そうそう。このちょうどいい長さをこれぐらいか。そうそうそう。竿かなを持ってくる。はい。重い。綺麗だよ。サイズアップ。なんで？アジに食ったけど。青物ですか？あれ？青物だこれ。おお、低い低い低い。めっちゃいいじゃない。見みんなだ。ちょっとドラッグを調整するぜ。すごいのかかってる。すごいのかかってる。すごいのかかってる。わ、すごいの追いかけてる。追いかけてる。追いかけてる。ブリかこれは。いっぱいいっぱいいるよ。スリル満点。うわ。これさ。めっちゃすごい。ここで初めて釣りをやる人にかかったら大変だよこれ。これもうわ、うわ、今アジ。アジですか。泳がせ。さすがです。いいよっと。重たい。お、タモ重た。うわ、やった。ブリブリだ。イエーイ。これさ、ほんと釣りを始めたばかりの人がやったらね、はい、面白いし、当たりっぱなしでしょ。ずっと当たってます。引きももうね、強いし。これだけ当たればほんといいね。友達や家族やお父さんお母さん子供たち連れて。浮きが泳いでるんだよね。え、ほらほら泳いでんだよ。こうやって泳いでんだよ、泳いでんだよ。あ、ほんとだ。それ当たりじゃないんですか。当たり当たり。なんか歩いてるみたい。浮きがこうやって。ほんとだ。なんかぶら下がってるよ餌に。面白い。餌にぶら下がってるよこれ。遅くしよう合わせ。ドロン。ブーンと。あ、綺麗。この近さでさ、はい、魚とやり合ってさ、うん、なんか海だとここまで近寄れないけどです ね。よいしょ。おー、サイズアップ。釣り上げたばかりの魚は生きていた場合、こういう網の袋があります。スカリがあるんでね、このスカリの中に入れて生かしておきましょう。この網も全部ね、ここで貸してくれますからね、施設でね。さあ今から仕掛け入れるんですけども、ゆっくりゆっくり右から左に流れているので、なるべく流れの上流右側から仕掛けを入れて流し始める。風の影響もあるし潮の流れの影響もあるので、この海釣りの場合は流れ、これをよく見ながらね、浮きの移動とか糸の変化でその流れを感じてください。流れ自体は見えませんからね。何か物を海の中に置くことによって風向き、潮の流れが見えてきます。風が今後ろから前へ吹いてますから、意外とまっすぐ糸を水面に置くことができますが、もし右や左から厄介な風が吹いた場合は必ずラインを左から吹く風には左側に膨らみを取って、たるみを取って流していく。もし右から風が来るんだったら
このライン、この糸のたるみを右側に膨らまして置く。そうすると風によってだん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 糸がまっすぐになってくる。こんなこともちょっと工夫するといいです。そして仕掛けが水中で安定してからだいたいどのくらいの時間当たりを待つか。もちろんその当たりがこんななって多い時には餌を取られることもあるので、それ以上当たりが出なくなったら上げて餌をチェックする。目安としたらだいたい2分ぐらい、長くて2分、だいたい1分半のうちに勝負つきますからね。2分以内で少し手前に移動するか、もう一回仕掛けを回収して入れ直すか。でまた週末とかね、この海上釣り堀に多くの人が来た場合には糸と糸が絡まってしまうことがありますから、そのある程度隣の人との距離を、浮きの位置、餌の位置を想像しながら、予想しながら距離を取って、少し流れの反対側に、上流側に置いていく。絡まらないように。もう絡まっている時は絶対食べませんからね、これ注意ですよ。あ、来た来た、多分青物。餌なんだった？アジ。うわ、間違いない、やったぜ。あ、なんか引っかかってんのかな。大丈夫大丈夫、カンパチじゃないか俺。カンパチ、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 カンパチ。いいよ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 、引っかかったのかな。いいよ、大丈夫大丈夫、ちょっとそーっとさ、はい、ゆっくりでゆっくりで。カンパチだ、カンパチ、カンパチだ。おお、出るから出るから、まだまだ危ないから。はい、めっちゃ来た。おお、心臓バクバクですもんだって見てこれしよう、痛い痛い痛い、よっしゃ、ういー、ありがとうございます。重い、うおー、カンパチ、カンパチやばい、うわー、大変、カンパチ重いすごい、めっちゃ引いた、本当に引いた。さあ今日は特別な許可を得て水中にカメラを据えて、魚が集まってきてどんな行動をしながら餌を食べるか見てみましょう。うわ、来た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 、うんうんうん、なるほど、今つけてるささみが見えてます。うわ、来た来た来た、シマアジ、メジロも、このマダイもいる、いろんな魚がこの餌の周りにわーっとアタックした、集まってきてますけどね。食べる気配はあるのかなと思いきや、ポッと餌を食わずにまた抜けていく。また来た、また来た、んー、どうしまじ、これを繰り返しているうちに何かの弾みでパクンと食う魚がいる。おお、また来た、食べた、待て待てよ、気がマダイに餌を引っ張られて、もう食っちゃってんじゃん、これ。こっちだよ、こっちだ、来て来て来て、餌を食われたマダイが来てるよ、ど真ん中に入ってる。ササミを食べた、口の中でもっと右へおいで、うわー、しましまいる、おい、またまた焼きてる。餌に興味津々で集まってきてアタックして、餌がばらけた粉が多くなってくると、全体的にみんながその小さな餌をついばんだりしながら興奮して、一気に大きい餌をバクっていう時もあるし、もう単体で餌だけが浮いていて、こうまっしぐら餌に向かってパクン、時には餌があるのに、もうほとんど、おっと、しまじ、しまじ、これ多分エビにしたら食いそうだよね。だから餌の種類は一体持ってきた方がいい。どうする、シマアジだけだぜ。シマアジ行きましょう。
がっちりしたスピニングリールのついた竿から今回は仕掛け竿リールを変えて脈釣りをやってみたいと思います。仕掛けは超シンプル。この水深の表示がされる両軸リール、このラインにもう一回糸を結んで針1本、針の先に餌をつけるだけです。もう浮きも何もありません。魚が引っ張った時の当たりを、ラインの動き、糸の動きで竿先に来るプルプル、これを感じながら合わせていく。早速やってみましょう。さあ、エビが沈んでいきますよ。ゆっくり。糸の出し方はこのボタンを押したと同時に、この中央にある糸の巻かれている部分を一緒に押さえます。そして押さえた指を緩めながら糸を出す。竿先を海にちょこっとつけて上に上げる、出す、つけて上げる。この辺でいいかなというところでハンドルを回すとクラッチが入って糸が巻けるようになります。はい、ここ当たりやすい竿先、やった、来た、早っ、来た来たけど、ちょっと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 上げた方がいいですか？私泳ぎ回っちゃってんだよ、これ。さあ、今哲也さんに青物、あ、シマアジだ、シマアジがかかってるので、そういう時は絡んでしまう可能性がありますので、周りにいる方は上げて待つ、そして釣れてる方を応援する、できればサポートする。そうそう、本当に今ということで田んぼを持っていきたいと思います。釣ってる方も隣の人に絡まらないように、なるべく糸は出さないようにして頑張って早く上げる。めっちゃ走る。シマアジをブリが追っかけてるんですよ。ほらほら、見て見て見て、あ、シマアジだ、シマアジだ、見て見て、おお、シマアジ。今エビだったからね。あのタモ入れなんですけれども、一人でできる方はもちろん一人でタモ入れて自分で取ってもいいんですけれども、仲間がいるときは協力して取っていけるといいのかなと思います。走る走る、やった、よし、ナイス、勝った、シマアジ。これでさ、絵に描いたよ、ブリ、カンパチ、マダイ、シマアジ、すごい、見せてやって、見せてあげて、皆さん、ミラクルだ、美味しいよ、一投目ですよ、ここから。これは美味しい、さすがですね。皮一枚、口が柔らかいんでね、針はこう刺さってるのでこう抜くね、針の形ひっくり返すようにして抜くんですけど、手でやるよりかは必ずペンチを使って持ったらこう抜く、こう抜くね。スーパー高級魚、マダイ、ブリ、カンパチ、そしてシマアジの登場です。かっこいいね、この胸びれが特徴的。私も脈釣りやってみたいなと思ったのでチャレンジしてみたいと思います。ベトリールだと、餌はエビです。もう何もないシンプルな仕掛けだから、エビの重さだけでこう落ちていくような感じです。今エビがだいたい中層ぐらいかな。おー、来た太ちゃんですね。当たりも速攻でした。おー、よっと、うわー、即釣れ。おー、うわ、遠い、横にめっちゃ走ってますね。カンパチだ、カンパチ、でかいでかいでかい、でかい振り回されてます。見て見て見て、ほら、ハチってなってるよ、顔が。うわー、うわなんて引きだ、ゆっくりやろう、こっちこっちこっち、
ってやる。ありがとうございます。まさかのカンパチ2匹目です。イエーイ。だってこれ高級魚ですよ。こんなお得な釣りいいんですか。いや大爆釣でしたね。さん面白かった。最高でした。あのさ、身近な場所でこれだけたくさん釣れれば、はい、あの釣りをしたことがない方も、始めたばかりの方も十分楽しめる。はい、それこそ哲也さん初めてチャレンジされて、今までいろんな釣り、ね、やられてるじゃないですか。それを通してどうでしたか。あのね、なんていうかな、こういう釣り場でもどこでもそうなんだけど、一つの道具でやるのもいいんですが、はい、全部を釣るばっかりじゃなくて、ちょっとこれを釣ったら違うタックル、釣り具、リール、竿に変えるというね、はい、これを変えることによって、なんかこう同じ一匹でもまた違ったね、喜びがある。そうですね、餌を変えるだけでもちょっと釣れ方が違ったりとか、そうそうそう、糸の太さ、細さを変えるだけでもちょっと違う感じたりとか、だから、太い糸で大きい針だったらしっかり釣ればいいし、はい、たまに細い糸を使っておーってやるのも面白いし、いやーだから私正直帰りたくないなって思ってました。もう帰ろうったらね、まだねあったもんね。そうですね、まあ、これからまだまだあの暖かい時期から、秋になって過ごしやすくなったら、はい、こういう場所でまあ、お友達とか家族でね、来るといいよね。そうですね、で、あの釣りはもちろんなんですけれども、やっぱり釣った魚は美味しくいただくっていうまでもが楽しみなんじゃないかなと思います。そうそうそう、全部高級魚だしね。いやー買ったらいくらになるのかな。そんなのっていうのはあそこでやってもらえるんでしょ。そうなんです、なんかそのまま丸ごと、氷詰めにしてお持ち帰りすることもできるみたいなんですけれども、こう捌くのちょっと難しいなっていう方にはこう柵にしてそのままこう食べれるようにやってくれるという ね、 ね、サービスもあるみたいなので、まだまだこういった場所が日本中にあると思うんでね、はい、身近な場所でこういう場所を探してもらって、はい、多くの方に行ってもらいたいですね。そうですね、最高の時間でした。はい、ありがとうございました。